か見たかよお前。ベランダ広すぎね。ビニールハウスとかあるし、もう住めんだろこれ。あん、いいだろ別に。俺だってセレブの部屋見てえし。なあ、ベランダに斧を置いてたけど何に使うんだ？暖炉に使う薪を割るの。結構コツがあるんだよ。自分でやんのかよ。うん、お父様には固く止められてたけど、庭で隠れてよくやってたの。機会があったらやってみて。真っ二つにできるとスカッとするから。ストレスが溜まってる時にどうぞ。そうか、考えとくわ。やっぱぶっ飛んでるとこあんな。怒らせっとやべえぞ。ん？何か言った？いやいやいや、なんでもねえ。でも、部屋の中のもんは意外と普通だな。金ピカの置物とか、でっけえ宝石とか、全面鏡張りにでもなってるかと思ったぜ。ベルサイユのお城みたいな。面白いけど、さすがにくつろげないかな。ここだけが自由にできる場所だったから。引き出しとか開けたらすげえお宝出てきたりして。あの点とか。坂本くん、殿方が女性の部屋を物色するのはどうかなって。立ち割るよ。いやそれにしても広いっすね。だからつい目移りして。そう？お家の中だと狭い方なんだけど。あ、でも子供部屋としては広いのかな。小さい頃はね、レッスンから帰ってもここで練習したりしてた。熱が入って飛んだり跳ねたりして怒られたこともあったけど。そんな好きだったんだな。じゃあ今は楽しんじゃね。うん、時間が巻き戻ったみたい。憧れのプリマになりきって無邪気にいつまでも踊ってた。あの、私にもそんな時があったって思い出せたから、この宴には感謝してるの。もちろん、みんなここへ来てこんな気持ちになれたのもみんなに出会えたからだもの。そういう感謝の気持ちも込めて精一杯踊るつもりだよ。へえ、暑いな春。またすげえの見せてくれよ。そういやさっきアンがレッスンつけてほしいってぼやいてたぜ。本当？まだフロアにいるかな。多分な。じゃあ俺はそろそろおいとまするか。あ、まだ全然勝手にくつろいでていいからね。じゃあちょっと行ってきます。